さんこんにちは。東京 JC ニュース緑チャンネルの林緑です。今回のゲストは東京青年会議所、副理事長、次年度は理事長を務めの蛭間太郎君です。よろしくお願いいたします。蛭間さん、はい、過去に俳優をなさっていたということなんですが、はい、そんな噂が流れてますね最近ね、はい、それは事実ですか？事実ですよ、はい、もうずっと売れない芸人やってました役者ですね、はい、じゃあ今の素敵な笑顔はその頃に培われたものなんですね。そうですかね。じゃあカメラに向かって、はいはい、素敵な笑顔をお願いいたしますこんな感じでいいですか？終電ですね、はい、終電ですね、はいでは本題に移りたいと思います。はい、蛭間さんの、はい、JC 歴を簡単にご説明ください。はい、ですね、僕2003年に入会しまして、2005年に総務障害特別障害すいません違いますねごめんなさい、総務障害委員会です、はい、そちらの委員長させていただきました。でその次の年が理事会霊会の担当する霊徳の、うん、理事で、はい、翌年はまあ、1年間理事はやってませんでした。で、日本の方に出向させていただいて、2008年にヒューマンデザイン特別委員会の理事、はい、で2009年が障害特別委員会の理事、はい、で合わせて日本税士の相沢副会頭特別補佐で、はい、国際担当の、はい、副会頭の特別補佐をさせていただいて、翌年が会頭特別補佐と、はい、東京では障害出向者支援室の、はい、理事ですね、はい、で本年度が23地区を担当させてもらう副理事長をさせていただいてます。はい、ありがとうございます。すごいよく覚えてますね。ちょっと名前名称間違えてますけどね途中ね、はい、では、その中で蛭間さん携わった事業の中で、はい、印象に残っている事業をぜひご紹介ください。そうですね、やはり06年の初めて理事をやった時ですね、はい、霊会でしたんですけども、1月霊会を担当して、でその時の、まあ、対談相手がと、その前の年まで宮城県知事をされてた浅野志郎さんだったんですね、はい、でなんとかこの方のアポを取りたいということで、はい、彼浅野さんが講演されるところをですね、もうしらみつぶしに探して、はい、で東京でたまたまやられるっていうことでしたんで、そこに行ってですね、まあ、ストーカーのように追い回して、はい、で最後なんとかお願い直談判で来ていただけることになったっていうのが一番、はい、一番最初の、まあ、霊会を担当したということで、はいはい、印象的ですね。あ、そうですか。それもまた修練でしたね、はい、修練でしたねはい、そうしましたら、蛭間さん来年は理事長を務めということですので、はいはいはい、今年と来年の違いというところで、はい、女性だけの委員会ができると伺いました。はいはい、そうですね、なでしこですね。そうですね、はい、すごく興味深いのでそれについて、はいはい、教えてください。みどりさんは、全世界の JCI メンバーで女性が何パーセントぐらいいるか知ってます？全世界、海外には非常に女性多いとは伺ってるんですが、はい、パーセントまでは全世界で 55% が女性メンバーなんですよね、はい、で、まあ、その中でも、まあ、国の回答されている女性の方もいらっしゃ、たくさんいらっしゃいますし、まあ、当然ロムの理事をされている、あとは女性だけのロムっていうのも存在するんですよ、はい、で、本当世界では女性がもうもっと力強く活躍できる場所がいっぱいあるんです。でもなかなか東京または日本ではそういうフィールドがない。うん、そうですね。で私はその力を埋没させちゃいけないと思うんですよ。で東京の中でもまあ、キラキラ働いている女性の方いっぱいいると思うんですよ、はい、で来年のなでしこ委員会の皆さんにはそういう皆さんの憧れになってもらいたい、はい、で、皆さんがそのアクティブに活動する運動する姿を 社会に発信することによって東京 JC のブランディングをまた上げて、うん、はい、で拡大にもつなげていきたいというのが一つ大きな目標です。なるほど、はいはい、すごく注目して私も見ていきたいと思います。はい、はい、そうしましたら、次年度の抱負、うん、まあ、昼間からどんなふうに演出なさるのかを、うん、まあ、とにかく皆さんと一緒に、やっていきたい。そして私はもう皆さんにいろんな機会を提供していきたいと思いますので、ぜひ積極的にそこに加わってきていただきたいなと思っています。はい、はい、では、最後に、あ、じゃあこれで終了で、あ、すいません、はい、ありがとうございます。今回のゲストは蛭間、はい、次年度理事長でした。また次回の緑チャンネルもお楽しみに。